いやー前回に引き続き突撃隣の浦原探偵だいんなこりゃちょっとお願いします、はい、お願いします、はい、師匠ことシノさんでございます。お願いします。前回ありがとうございました。あ、こちらこそお願いします。いや、すごかったっすね。あのエクスチェンジのとんでもないフルコレクション、ね、ただそれだけだと思うなから皆さんアンダーカバーの3大コレクション、まあ、僕らが本当好きなコレクションですね、はい、エクスチェンジ、レリーフ、シスキャンで、これでエクスチェンジやった、はい、今日はね、レリーフとスキャンやっていきたいと思います。じゃあ師匠、はい、早速よろしくお願いいたします。皆さん、レリーフしっかり見てくださいね。まず最初はあの、うん、ハットの方から多いっすね、はい、これ当時あの 黒色も出てたんですけど、うん、はいはい、これはあのネイビーの方で、かっこいいっすね、はい、こういう風に作るんだな、はい、まあ、これ裏返しリバーシブルにしてもらって。あ、そうなんですね、はい、あ、この被り方かっこいいっすね、はい、あえてタグを見せるみたいな。なるほどね、はい、ちょっとこっちの画角でね、こうやってね、タグを見せてね、被ってもいいよと。これかっこいいっすね。そして、まあ、レリーフってね、はい、今日シュウが着てらっしゃるこのね、このあ当たりを表現したね、このシャツが有名ですけれども、はい、それだけだと思う中で T シャツもすごい名作揃いなんですよ ね、 すね。ちょっとエクストリームでお願いします、はい、まあ、こちらがあのクローバー T シャツですね。いいっすね、はい、シンプルでいいっすね。シンプルですね。シンプルですね、はい、裏は、まあ、何もない。何もない。ありがとうございます、はい、これですね。これなんか AFF でこれがね、そうですね、片方がこれね、はい、なってるね、はい。これがですね、ここにタグもなんもないんですよと見せかけて、この裾にこうついてるんですよ。これがかっこいいんですよね、こっそりね。この付け方かっこいいですよね。 T シャツ全部この付け方ですよね。ありがとうございます、次がグルーピー T シャツ。いや、いいっすね、グルーピー。で、まあ、裏は無地でいいっすね。まあ、当時はあの、これをあえて裏返しにして、してたわけですね、はい、これなんか胸のプリントなんか薄めだぞと、そうですね、思ってたら、はい、これ実は裏からプリントしてるんですよね、はい、それは裏で着た方がかっこいいっすね。これはね、裏で着た方がかっこいいっす。裏にプリントされててタグもこうつくと、はい、いやいやいや。でこれね、あれね、師匠資料が、ね、はい、あるんですよね、はい、皆さん資料もね、師匠がちゃんと準備しておいてますから。これまずこれ、あー、フミヤノートと、はい、フミヤさんの2000年ぐらいの本っすね。そうですね。で、ここに載ってんすよね、はい、これですね、これだ。フミヤさんも同じようにこのグリピーの T シャツ、これパンツもレリーフっすよね。そうですね。そら着たくなるで、そら着るでさすがです、師匠、ありがとうございます。これも多分裏返ししてると思うんですよ。そうっすね、ええ、絶対裏返しますよ、ここね、はい、ね、あれです。これは色違いの復刻版のオレンジ、はい、オレンジで、あ、これ復刻なんですね。アンダーカバーリストの時です。なるほど、はい、これミスね、これね、薄っぽいでしょ。これ裏にプリントしてあるから、ね、これはアンダーカバーリストですね。どんどんお願いいたします、はい。次はヒッチコック。あ、そうなんすね、はい、ヒッチコックでレリーフの時に出たんすね。そうなんです。あ、すいません、私勉強不足で。近年もね、うん、ヒッチコックさんのあのいろいろアイテム出てる、ニットとかね、はい、出てましたよね、はい、参考になりますわ。参考になるっていうか、すいません、勉強になります、はい、いえいえ、さすが私が師匠と認めた、はい、しのさん、ね、ありがとうございます、はい。なんで2個持ってんすか。で、次は色違いで、なんで2個持ってんすか、はい、まあちょっと襟の部分がやれ感がだいぶ気に入りましたね、だいぶお気に入りでしたね、これ師匠、これただこれよ、これこれがリアルダメージだから。ヴィンテージ T シャツとしての価値も高いと思いますよ、これ、はい、このやれ感なかなか出せないですもんねだいぶ気に入ってきてますそして、はい、こちらが、サイコ T シャツ。まあ、そうなりますわな、はい、ヒッチコックとして、はい、いや、サイコ T シャツもレリーフが最初だったっていうのを僕完全忘れてましたわ、
私、はい、すいません研究家と言いながら完全に失念しておりました。私女優さん来てましたよね。そうですね。あれ、あざし、何でしたっけ、アイスクリーム、アイスクリーム、はい、いやレリーフの T シャツいいっすね。いいっすね。ただ皆さん、こっからがメインディッシュよ。しよう、はい、まずまあまあこの今日塩辛、はい、お召し上がり、こっちの価格の方がいいですか。はい、レリーフっつったらこのデザインでしょ。そうですね。この辺りを表現したこのシャツ、おーいいですね。あ、いいですね。はい、足いいですね。じゃあ次お願いします。はい、代表的なアイテムですね、こちらもね。ボルゾンですね。ボルゾンですね。ちょっと私もね、はい、持ってるんですけど、ですよね、なんかね、俺のより全然色が濃いっす。これ結構バキバキじゃないですか、師匠。来ましたこれ。来ましたよ。これ買って、はい、来てないんじゃないですかこれ。持ってただけのタイプじゃないですか、これ。これは本当名作。ですよね。うん。いや、すごい。これ黒だと、この色が黒と緑っぽい、カーキっぽい、ね。そうなんですよね。これリブ違いがあるんですよね。はい、背中も違いますからね。はい、いや、なんで、このやっぱりアンダーカバーの3大コレクション、レリーフ、はい、この間のエクスチェンジ、レリーフ、そしてスキャン、最高ですね。はい、じゃあ、行きましょう。次お願いします。こちらもブルゾンですね。これも、でも俺、初めて見ましたわ。このヨークの形のやつ、初めて見ましたわ。この真っ黒リブのやつあったんだ。昔、あのメンノンでちょっと紹介されたあ、されてました、はい、特集で。いや、特集ではなかったです。誰かが着てたそうですバージョン、はい、あ、使われてたやつ。これね、わかりますか皆さん。これね、あの専門用語でこれ観音って言うんですよ、うん、この裏地のこと。この観音開きの観音、こういう両方にこうシュッとなってるんで、はいはい、なのでそこからあの語源が来て、この裏地のパーツのことを観音って言うんですよ、うん、観音かける2とか言うんですよ。へー、それをこうデザインにしちゃうっていう。黒リブでね、俺かっけえな。これ師匠の、僕も今日レリフ師匠来てらっしゃるんで、はい、お揃いで来てますか。はい、すいません、皆さん、これはかっこいいぞ。だから M でも全然いいんだよな。僕あのさっきのブルゾン L 持ってるんですけど、ちょっと大きいかなぐらい思っちゃったんですよね。 M で全然いいっすね。全然いいですね。これだよ、かっこいいなこれ。ちょこれ着ながらね、はい、次お願いします。次はレリーフのあらららららオールイン、長いっすね師匠。どうする、長いっすね。どうこの価格で紹介、はい、ちょっと師匠こうだんだんこう下からこうやってもらっていいですか。全然スマホで映らないですね。私手伝ってこれあ、なんか全然うまく撮れないんですよ。オールインワンはでもこれぐらいだいぶ向こうの画面だとかなり引きで撮れてるんで、はい、知ってると思うんで、これすぎた。このロゴはこのロゴの T シャツも出てましたからね。そうっすよね、ね、そうこれなんこれなんすか、これロウシュ、ラウシュ分かんないですけど、はい、これっすね。綺麗に落ちますね。はい、図鑑ですから、はい、どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。あ、次これもレリーフのこれ、うん、プルオーバーって何ですか。これプルオーバーパーカーっすね、はい、かっこいいなこれ。ちょっとこれはちょっと俺も初めて見たんですよ、はい、この形もこんなのあったんだ、こっちのカメラでこういう感じで。おー、これは熱いぞ。こちらはパンツですね。さっきフミヤさん履いてますね。はい。はい。あ、そうっす。あ、いいっすね。もう価格的にバッチリですね。もうあのカメラでバッチリ抜けてるんで。はい、名作ですね。で、これだけご注意ですよね。これで M ですからね。そうですね。M で L か XL ぐらいでかいですよね。はい、いや、かっこいい。もうね、本当に見とれちゃいますね。これはすごいな。作ってみたいですね。かっこいい服だよ、ほんと。ここまでがまあこのいわゆるレリーフの当たりっていうものを表現したシリーズですけれども、
こっからね、ちょっとレリーフっぽくないですけど、うん、でも名作、はい、お願いします。こちらはもうストライプシャツですね。当たり関係ないですもんね。ただこの背中ね、まあ、背中の方に先ほどの T シャツみたいにグルビーが入ってると。ああ、これじゃないですか。木彫りで、はい、これもまた裏かな。これこれも裏です。あ、なるほど。これかっこいいっすね。薄くグレーでプリントしてるんじゃなくて、裏からすんげえ濃い黒でプリントしてる、だからこう見える。おしゃれかよと。おしゃれやな、これ。どんどんお願いします。次は黒のアーミーシャツです。めっちゃかっこいいっすね、シンプルで。まあ、こちらは裏にあの同じくグルーピー。ただこれは裏からプリントしてないですもんね。のはずですね、はい。これはね、はい、生地が厚いからね、はい、だからこう反転してあるってことですね、はい。いや、かっこいいっすね。そしてそしてで、同じく色違いのカーキのアーミーシャツです。なるほど。皆さん気づきました？師匠のハンガー、だいたいこの昔のアンダーバーのオリジナルのハンガーですからね。これこだわりですから、はい、師匠の。だいたいこれですから。じゃあ取ってあるんすね。はい、さすがですね。これも次もかっこいいですね。はあ。こちらもジャケットなんですけども、うん、いいっすね、はい。まあ後ろに白く、師匠どんだけグルーピーをどんだけグルーピーオタクじゃないですか、はい、完璧に。どんだけグルーピー、何枚グルーピー持ってきたんですか今日。私あのアメリカのポリスみたいな感じで。そうですよね、イメージ的に。何枚グルーピー持ってきたこれ今日。どんだけこのこっちの画面でグルーピー俺見せたか俺。そしてそして俺ね、これは本当に初見だし、あ、そうなんですか。あの存在も知らなかったです。なんで今日最後に皆さんに見せようと思って、はい、お願いします。はい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 。こちらがデニムシャツですね。いや、めっちゃかっこいいな、はい、これ、まあ、一番上のボタンだけはウエスタンシャツみたいな。そうですね、はい。まあ、ウエスタンシャツデザインなんでしょうね、はい、このヨークの形とかね、はい、ですね。いや、知らなかったっす。要はレリーフって結構このグレー、はい、で、このグレーのちょっと水色バージョンとか、はい、ブルーバージョンっていうのは存在してたんですけど、はい、完全なデニムってあるの知らなかったです。これレアですよこれ、はい。これがねちょっとね、こっちの手前の彼で写しますよ。これこれで多分もうバッチリ皆さんかっこいいでしょ。ウエスタンデザインになってて、もちろんポケットもウエスタンシャツのポケットが全部当たりで表現されてる。あ、結局なんか図鑑のようにとか言いながら結局説明しに出てきちゃってるんですけど私ね。これはかっこいい。やっぱりね、ジョミさんってこのデニムのデザインも天才的ですよね、うん。これでもなんかレリーフ98年でデニムのデザインこんなにやばい。で、こっからですよね。あのメインディッシュパート2やばいですよね。このジョニオさんのデニムの天才的なデザインが今から大爆発を起こします。師匠のシノさんのこの珠玉のコレクションが大爆発いたします。師匠、そしたら、はい、大爆発させてください。よろしくお願いします。行ってください。どれがいいですか。こちらお願いします。今からジョニオさんのアンダーカバーさんの歴代のめちゃめちゃかっこいい究極デニムご紹介していきますから。これはこれいつかな。これでも純粋なアンダーカバーじゃないっすよね。じゃないですね。後ろがもう、あ、フラグメントだ、はい、コラボだ、はい。だからアンダーカバーとフラグメントが2004年とかに T シャツとかいっぱい出た時とだと思うんですよね。あの MMR が出たと思うんですよ。はい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 。ザミアン。いや、ザミアンじゃないですね。 MMR が出た、あのシェパードみたいなタイプの、はいはい、初期のオリジナルっていう。なるほどなるほど。その時は多分、ああ、はいはい、あのアンダーカバーの2階のあのなんかベランダみたいなところでヒロシさんとジョニオさんがストライプの MMR とか出た時ですかね。あ、はいはい、あ、その前の、はい。なるほどなるほど。ん、それじゃない、ストライプの MMR じゃない、はい、あ、ここがレザーの MMR なんです。よくヒロシさんとかのあの
黒かカーキーかで、うん、なんか着てる時たまにあるんですよ。なるほどなるほど。あ、それなんですね、はい、レザー使いの地上絵の絵が描いてあったこれですね。まず1本目フラグメントとのコラボのレザー使いのこのデザイン、そして置いていこうね。で、2本目はこちらですね。おお、かっこいいですね。うわ、ゴリゴリの加工デニム。うわ、ここのお尻のここかっこいい、はい、はあ。これは眺めていられるな。で、こちらのパティ・スミさんのあの指の、はいはいはい、はい、あ、そっから来てるんですね、はい、これって。そうです。これね、あ、それでこれやり始めたんですね、はい、パティ・スミさんのタトゥーなんですね、この時にね、引きでね。お、かっこいいですね、これ師匠のこのオリジナルってつけて、これ名作ですね。でもこれだけじゃないですもんね、はい、こっからどんどんレア度もかっこよさも爆発していきますからね。あ、これかー。ちょっと俺もちょっとお客さんになって、お客さんみたいな目線。うわー、前デニムの後ろ軍パンバージョン、はい、めっちゃかっこいいじゃないですか、師匠。これやばいですね。やばい。多分ここにファスナーついてるんで、うん、あのモンキーパンツみたいな感じの。なんかつけられるんですね。ああ。またこの師匠のこの経年変化がまたかっこいいですね。そこのね。すごいですね。いやー。この後ろと前でね、はい、コンビネーションになってるデザイン代表的ですよ。うわ。もうね。僕が一番今楽しいので、ちょっとこの辺ね、ちょっとあの視聴者様に気分で視聴お願いします、はい、なるほど。うーわ、来た。これ初期のやつですね。魔女期の時じゃないですか。好きですね。うーわ、これだよー。ジョジョさんがリメイクから始めてね。これすぎるぞ。すごいぞ。フリーイージーとかでもなんか、そうそうそう、あれは本当ジョニオさんが自分で、ね、リメイクなさったやつ、はいはい、このクオリティでこう製品ができるアンダーガバーさんのそのクリエーションっていうののレベルの高さ、これはすごい。これはかっこいいな。歴史に残る名作ですね。でこんなかっこいいのこれ。これだけじゃないですよ。まあ、もう、カタリングの数学ショックウェーブノースウェーブベースがバイブレーション俺たちのカルチャー。